鉄道の町大宮鉄道フレあイフェアは、毎年5月の第4土曜日に、埼玉県埼玉市大宮区にある、東日本旅客鉄道大宮総合車両センター、及び、日本貨物鉄道大宮車両所、大宮駅構内及び周辺で開催する、埼玉市、JR 東日本大宮支社主催、JR 貨物関東支社協祭の鉄道イベントである。2014年より、 旧称、JR 大宮鉄道フレアイフェアから解消した。埼玉市、JR 東日本大宮支社主催、JR 貨物関東支社協祭のイベントで、2001年から毎年5月の第4土曜日に開催されている。2014年から、JR 東日本大宮総合車両センターが開催していた、JR 大宮鉄道フレアイフェアを、 大宮総合車両センターの創業120周年を機に埼玉市が同市の持つ鉄道文化や鉄道の街、大宮を広く PR し合わせて市内の地域資源の情報発信を行い大宮駅周辺の商店街商業施設の誘客を促進し地域経済の活性化を図る目的で同市も主催者としてイベントを同日に開催するようになったことに伴い JR 東日本大宮支社と共同で開催している。会場は大宮総合車両センター及び大宮車両所だけでなく大宮駅構内及び周辺も会場となり西口町中会場として駅周辺の一部店舗や公園東口町中会場として地元商店街でもイベントを開催している。入場料無料車両センター会場 9時30分15時30分、街中会場、9時30分16時主なイベント、展示内容を下記に示す。ただし、毎年下記の内容を実施するとは限らない。車両などの展示内容の歴史を下記に表記する。1995年より、JR 大宮鉄道フレアイフェアとなり、JR 東日本大宮工場主催。 JR 貨物大宮車両所共催で開催。2014年より、埼玉市、JR 東日本大宮支社主催、JR 貨物関東支社共催となり、鉄道の町大宮鉄道フレアイフェアと解消して、開催今までに展示されてきた車両を車種別に表示する。ありがとうございます。